はい、どうもさっくんです。今回はこちらを紹介いたします。トミックスの2516、国鉄客車のオハフ33型戦後型の青色、こちらを、開封していきたいと思います。これなかなか見ないんですよね。このオハフ33でリニューアルしたやつって本当に見えへんかった。で、最近ちょっとヤフオクでこの旧客のトミックスのリニューアル版がいっぱい出てきてるんで、ちょっといろいろゲットしていこうかなということで、先日オハ47 の、 アルミサッシとかを手に入れたんですが、やっぱトミックス統一の編成って欲しいですよね。だからこれ統一、メーカー統一したくて、ちょっと今後トミックスを究極集めていこうかなということで、 N ゲージはその方針でいきたいと思います。よくもね、細かい内容はあんま分かってなかったんで、これ実写ガイドのトミックスは書いてるんで、ちょっと簡単に読ませていただくと、これオハ35の環球車として、昭和14年に登場で、戦前に製造されたのは屋根の両端の縦横が、絞り込まれた屋根構造でしたが、戦後は簡略化されて、縦横とも絞りがない構造で、つまみ見ると雨どいの付近が、調出している形状ということで、食パンやら、キノコ折り妻っていうんですかね、そういうなんか呼ばれ方があったみたいです。で、更新工事みたいなのもして、茶色から青15号に変更と書かれています。はい、まあ、説明をね、読んでたら消えないかなということで、とりあえず開けて見ていきましょう。これ新品だったんですけど、もともとビニール袋で、閉じられておりました。で、この付属品は、ジャンパーホースとかの、連結器周りのちょっとこのリアルな部分、これのパーツと、台車、これがTN 化用ですね。ここにアーノルドカップラー入れるポケットがないだけの台車、そういうのも付属品で入ってます。今後これ使うかもしれません。車両以外で多分インネタが入ってないから、おそらくこの下にインネタ入れてあると思います。この下を今日初めて開けます。やっぱり車番が入ってる。シャバンとこの説明書が入ってる。結構トミックスのこの旧客って可能性を秘めてるかなと思います。このドアの交換にしろ、あとシャバン選択も可能ですので、これであとは所属の表記とかも自分で考えれるかなと思います。で、つま面こんな感じです。すっきりした方で、さっきのはしごついた方がこういう感じで、ライトの点灯、微灯だけですが、こちらだけ点灯すると思います。一回つけてみましょう。これ反対やね、こうやな。あ、結構ね、明るい、かなり明るいです。いい感じに明るいです。これだったらここ TN カップラーにして一番後ろにつけるっていうのもありかなと思います。こういう感じです。再現されています。で、ライト、微灯の点灯ですが、一応こういう感じになっています。オプションでおそらくここにもライトユニットを組み込むことが可能ですね。一応同じ構造はしているものの、ここ空洞になっています。こういう感じです。で、ティーヌカプラもここに一応つけるように
チョボが2つずつついてます。よし、はい、じゃあ簡単にこのオハフじゃないわ、オハフか33、一度だけですが開封してみました。リアルさを求めたここのカプラをちょん切って、 TN カプラをここでもうガチで全部つけていく。でトミックスのあの釜もしっかりとその TN カプラにして、そのガチガチのリアル感を出すっていうのが多分いいのかなと思います。トミックスなら。それが今月をしたい場合はもうここの首振りのリアルさは捨てないといけません。だからそこもちょっと兼ね合いですね。それをどうするかですね。先頭にするやつこのティーネカプラにしてリアルか。でもうつなげる相手をバラバラにしたいから、もうアーノルドカプラとか加藤カプラのどちらか、あの一択になってきますね。だからどちらか TN 化するっていうのもまあありですけどね、まあ、その辺ちょっと今後この客車何両かまた導入してみて、どうなるかっていうのをまたご紹介していきたいと思います。はい、というわけで今回はトミックスの国鉄客車のオハフ33、戦後型の青色、こちらの1両の開封レビューでした。画面の概要欄よりチャンネル登録できますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また高評価、グッドボタン、 Twitter、 ブログ、 Instagram フォローもお願いいたします。